本日もよろしくお願いします。立花事務局の中川敦です。では本日も皆さんに最短期間で復縁ができる復縁の成功ノウハウテクニックについてお話をしていきます。今日は人を使った復縁方法についてお話をしていきたいと思いますので、もしですね誰かに協力を得て、もしくは誰かの協力を上手にコントロールして復縁したいというふうに思う方は、この動画かなり必見ですので最後までご視聴ください。でまだお受け取りしていないというあなたに向けて、完全無料で3つの復縁できるですねアイテムをご用意いたしました。こちらですね、まず1つ目に復縁完全攻略音声版ガイドというふうになっていて、まあ、私中川と立花がですね50本分の復縁を前に進めるための音声版ガイドですね、そちらを皆さんにプレゼントさせていただきます。これ50本分、しかも完全無料でボタン1つでお受け取りいただけますので、こちら概要欄のところをタップしてお受け取りいただければと思います。その他にもですね2つ講師に直接ご相談ができる、また完全無料時間無制限の復縁無料ステップアップレッスンなど、あなたが今自分に必要な復縁方法を知る方法が無料で手に入りますので、ぜひご活用していただければと思います。はい、では本題に入ります。今日はですね、友達を上手に巻き込んで復縁を生かす方法ということで、お話をしていきます。皆さんはご友人や知人、そしてお二人のことを知っているご関係者さんはいらっしゃいますでしょうか。例えば会社の同僚とかね、まあ、どっかのバーの店員さんとかね、何かお二人を認識してくれているお二人のことを、もともとカップルだったとお付き合いしているということを認識している方はいらっしゃいますか。はい、で今回のタイトルにもあるように、この友人をね使って、友達を使って復縁する方法ということをお伝えしたいんですが、まあ、私たちに寄せられるご相談の中に、友人を使ってとか、まあ、知人がよく動いてくれてとか、その間に入ってくれて、相手がなんで別れるっていう風になったのか、ちゃんといろいろ理由を聞いて教えてくれる人がいるんですとかね、逆に私がこんなに落ち込んだっていうことを彼にちゃんと伝えて、彼にも反省してるってことを分かってもらえるように言うよとかって、まあ、間に入ってくれる友人がいるんです、どうですかねこの状況ってっていう、こういうご相談をいただきます。多くの場合ですね、私たちのところに届くお声っていうのは、今まで累計14万件いますからね、14万人のご相談者さんの中で、その頼りで復縁を成功するっていうケースは非常に稀だなと、非常に非常に稀だなというのが、私たちのデータにある、データとして見るとすごく稀だなというふうに見えています。まあ、なぜかというとね、友人が良かれと思って、すごく良かれと思って、あなたが悲しんでいること、あなたが落ち込んでいること、そしてあなたが大きく反省していることを、その彼彼女に伝えてくるねと言って伝えてくれるんですが、これがまた余計にややこしさを生んでしまうんです。自分のいないところで誰かが話をしてるって、よく捉えられないんですよね、大体の場合。あとは、まあ、その本人ね、伝える人が正確にあなたが落ち込んでいたことを、そしてあなたが反省していたことを正確に、余計な脚色なく伝わればいいんですが、多くの場合脚色が含まれます。この主観ですね、私中川が見たあなたの落ち込んだ姿を脚色して彼に届けようとしてしまったりするので、余計ややこしさを生んじゃうんですよね。なんかややこしくなって、まあ、ややこしいって要はこじれるっていうことですね、こじれていってしまうっていうのが復縁活動で友人を挟んだパターンの場合です。だから今日この動画でお伝えしたいのは、じゃあ友人頼らなければいいよねっていう話ではなく、友人を頼ったカップルで復縁成功される方もいるわけですね、方もいるわけです。ですから皆さんはもし頼るべき友人や知人、そしてその共通のご関係者さんがいらっしゃるんであれば、今日お伝えするこの3つのことはぜひマーカーを引いてですね、皆さんの復縁活動の時に押さえるべきポイントとして取り入れていただきたい、そう思って今回の講義動画を作らさせていただきました。じゃあ早速ね本編に入っていきますが、まず1つ目に相手とのこれまでの関係を考えて動くということ。まあ、ついついこの復縁活動するね、自分が振られてすごくショックですよね。正直この動画を見て胸に手当てて、今辛くないんですって言える人なんていないと思うんですね。正直辛いじゃないですか。いや苦しいし助けてほしいっていう、この助けがどっかに手をね差し伸べてほしいなと思って、こう
ついついお酒を飲んだついでにとかね、いや聞いてくれるんだったらってわーってお話をしていくわけですけど、その方との関係が昔からの幼なじみで超親友のようにもう何でも聞くよっていうような関係なら何でも別に話すべきだと思うんです。ところがそれが知人ぐらいですよとか、まあ一緒に飲んだことあるぐらいの関係ですよとかいうふうになると、深く深くどこまでその彼との間に入られた時にですよ、彼が知ってほしいことと知ってほしくないことがあるはずなんです。間に入ってね、誰かがわーって話をするときに、じゃあ中川とね高木くん、中川と高木くんに関しては超仲いい友達なんですと。ところがこの高木くんと僕の彼女あかりちゃんはね、まあ一緒にご飯食べた程度ですだとしましょうってなったときに、僕がこの彼女との話をわーってね高木くんに話をするとなったときに、ここの関係が薄い場合ですよ、間に入ってもらっても大きな効力がない。ところがこれまた反対のパターンも一緒なんです。このあかりちゃんの友達にひかるちゃんって子がいたとします。じゃあこのひかるちゃんという友達に対して、いや実はごめんねとお話聞いてほしいんだよねって言ってわーって喋った時に、この彼女としては聞かれたくないこともあったりするんですということ。すごくこの関係性って難しいんですけど、相手とのこの関係はどんな関係だったのか、これまでですねっていうことを考えた上で、喋る内容のキャパシティをしっかり見抜かないと、余計なことを言ってこじらせてしまう原因になってしまいますよということです。この3人グループのねトライアングルのように、綺麗に、僕で彼女でその友達ですみたいなトライアングルが綺麗にできてるんだったら全然いいんですけど、多くの場合は友達とは仲いいと思いますけど、彼女とはそんなに仲良くないとかね、そういうパターンがありますから、どこの関係が薄いのか、そうするとどこまでの話をしていいのかっていうことを考えて動くっていうことを、ぜひ友人を頼る場合には念頭に入れていただきたい。大きなこじれやね、大きな誤解を生んでしまうので、そこをぜひ気をつけていただくといいんじゃないでしょうかと。2つ目、復縁の話題だけで連絡を取ろうとしないでくださいということ。この友人をねぜひ頼られるときにですね、失恋で落ち込んでるから話聞くよとかって言って、状況を知っている方であればね、何でもいいよ話してね、辛いよねって言ってこうやって聞いてくれる。でもこれ最初の1回目はむちゃくちゃみんな親身に聞くんです。そんなことがあったんだね、大変だったね、でもよく頑張ったね、うわー悔しいねなんて言っていろいろ聞いてくれます。ところがこれが3回続いてください、4回続いてください、だいたい皆さん言うのがね、もう諦めなよとか、もうやめなよっていうふうに言うんですけど、このもうやめなよ諦めなよっていうことの背景には、復縁をするために自分が都合よく使われてるんじゃないだろうかということです。自分が復縁のために都合よく使われてる側に立ってるんじゃないかというふうに思うと、非協力者になってしまうので、復縁の話題だけを取らない。だから別に復縁のことはじゃあ全体にあったら1割か2割に抑えておいていくと、残り8割はその人との友人関係として楽しむ、一緒にねどっか、まあ、ご飯食べ行こうよっていうんだったら、そこのお食事でのここの何々の料理って美味しいんだよねとかね、実は最近さって言って、まあそれがテレビ番組なのか普段の雑談ですよね、雑談、仕事で大変なんだよねとか、仕事でこんなプロジェクト挑んでるんだとかって言って、あなた自身が友達からなんて素敵な人なんだと、こんなに落ち込んでてもちゃんと私たちのことをいろいろ気配りして考えてくれて、そして今一生懸命前に進んでいるあなたって素敵よねって感じてくれるんだとするなら、それは応援者に回ってくれるんですが、毎回毎回話すたびに復縁のこと、まあ僕がね例えば皆さんの復縁したい彼氏さん彼女さんと友達だったとした時に、復縁するための情報を聞き出すためだけにね、ずっとその1時間や2時間って過ごしていくと、都合よく使われてるっていうふうになると人はいい気をしません。なので都合よく使われているというふうに思わせないようにすることが、この2つ目では大事なポイントになってきますよと。で最後にネガティブな発言をしないということですね。ネガティブさって、まあ、どうしても別れてもう落ち込むんだよね、ご飯も食べれないんだよねとかって自分の状況を伝える中でどうしても出てくるキーワードや言葉っていうのは出てきます。
そのネガティブを自分で無理に変えようとする必要はありません。なぜならもうすでに皆さんは自分の弱き心とくじけそうな気持ちと戦いながら立ち向かっているからこの動画を見ているわけですから、この動画を見ているということはあなた自身、わあ俺ダメかもしんねえなと思いながらも顔だけは前を向いていると、なんか復への方法ないかなと、兆しやきっかけ作れないかななんていうふうに思ってこの動画にたどり着いていただいたことでしょう。ですから皆さんの本心本音は前に向かっていくポジティブなはずなんです。ところがついついその話をね、友人に対して自分の弱みをこう見せてしまう時の友人に対してネガティブ的発言、もうどうせ無理なんだよね、もうこんなことなんだったら付き合わなきゃよかったなとかね、私こういう風な別れ方する人だとは思わなかったなとかね、どん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 ですね、本当は思ってもいないネガティブ発言、思ってもいない、要は天の弱になっている、なんか本当に好きでより戻したいのにそれがうまくいってない今の環境や状況にすごく自分自身が疲弊していて、そのことの裏返しでそれを伝えてしまっているというパターンが多く見受けられます。その場合のネガティブ発言っていうのは向こうからしたら、友達からしたら皆一同にこう思うんです。だったら諦めなよと、だったらもう他の人見なよ、他にも男は35億人いるんだからってね、ブルゾンチーミーみたいな、あの35億人男いるんだから、女は別に他に山ほどいるんだからいいじゃないと、他に進めばいいじゃないっていう風になって、わざわざそうやってその彼女の愚痴を吐き出している時に誰かが支援者としてサポートに回ろうっていう風になってくれないものなんです。それどころかその復縁の話をすればするほど疲弊していってしまって、先ほどの復縁の話題ばかりになってしまうっていうのにね、通じますけれども、なんだか愚痴ばっか聞いてて最近面白くないなという風になって、お互いの関係さえもだんだんこう亀裂が入ってきてしまいかねないのがここのポイントです。だからご友人をねうまく巻き込んでいくんであれば、この3つのことを上手にコントロールしてほしいなというふうに思います。やはりね、人対人なので、あなたが悩んでいた時にあなたを助けたいと思うようにご友人とやっぱ関係を築かなきゃいけない。別にあの業者でもなければね、彼との復縁をするためだけに存在しているような方ではないはずですね。その人も一人の人間です。一人の人生があって、その人の中で考えていることがあるわけですよね。でもその人の人生としてあなたのことを応援したいな、あなたのことを復縁成功に導いていきたいな、なんか僕が力になれることがあるんだったら、僕ができることがあるんだったらやってみるよというふうに思えるような人対人というところを忘れずに、この復縁の話をするときにはね、ぜひやってほしいなと思います。すごく身近で、すごく最初頼りにしてたのに、なんだかだんだんこう煙たがられてしまうっていうのは、僕はいろんなご相談を聞いてるとよくよくあるので、ぜひこの動画に出会っていただいてね、あまだ間に合ったというふうに思う方が一人でも多ければ本当僕ら嬉しいですね。友達を頼るってことは復縁の成功を本当に短期間にビューンとね、裏技を使う方法もあるんですが、一方でこうやってややこしさやね、こじれを生ましてしまう原因にもなる可能性も秘めているということで、まあ薬だと思ってくださいということ。最近インフルエンザ流行ってますから、皆さん元気ですかね、ご健康ですかね。あのインフルエンザでタミフルって、昔僕が小学校ぐらいの時ですけど、タミフル飲んでわーってなんか錯乱しちゃったみたいなパターンとか、なんかニュースでやってましたけど、まあインフルエンザでね、強い風邪菌とかをちゃんと殺してくれるようなね、素晴らしい薬でもある一方で、それがタミフルによって自分を見失ってしまうような、そういう危ない薬だったりもするみたいです。まあタミフルっていうのはね、なんで友達を使うっていうのはちょっと劇薬なので、その取り扱いにぜひ気をつけて、皆さんが復縁活動するときにその劇薬があなたにとって良薬に変わるようにね、ぜひお付き合いの仕方を考えてみてくださいということです。ぜひ皆さんの復縁成功が短期間で進めるようにと、我々がですね、あなたの復縁成功に必要な90のステップをまとめたメールマガジンを配信しています。このメールマガジンですね、受け取れるのはこの概要欄の中にある URL からしか受け取ることができません。ぜひですね、この概要欄から90日分のあなたの復縁ステップアップメールマガをお受け取りいただいて、全ての成功をあなたの手に差し上げていきたいと思います。はい、では最後の最後までご視聴していただきありがとうございます。立花事務局の中川敦史でした。